はい、こんにちは。札幌占い美容室の今がしのことです。今こちらビフォアの状態、ちょっとごめんなさいね。ビフォアの状態で、で中、今日は中に青っぽい色をここに入れたいですよね。青を入れて、でこっちは黒くなっちゃったでしょ。こっちは黒くしたいなっていうことで、前にアプリエというカラーで、こういうのアプリエで染めたんですけど、ちょっと動画でわかるかわかんないですけど、ここだけちょっと明るくなってるんですよね。でアプリエで多分あの透明感のカラーで染めてたと思うんですけど、結構アプリエの使い方間違っちゃうと、ここ今ネモキンしちゃってる状態なんですよね。でこのなぜネモキンしてるかっていうのがわかんないで使ってる方が非常に多くて、意外とで、とりあえずそれ使えば明るくて透明感がアプリは出せる、透けた感じの色味を出せるからとかで愛に使ってしまうと結構すごいいいものなんですけど、用途間違っちゃうとちょっと違う結果になってしまったり、透明感が出なかったりとかしちゃうんですよね。で、パウダーの量とかも結構考えて使わないと、失敗しやすい。ただメリットとしてはすごいハイトーンのカラーが作れるっていうのはすごくいいと思うので、こちらのここのところの原因っていうのをここでね、ヒントを出すとしたらちょっと熱なんですよね。その熱のが出る部分、この部分ですね、頭皮の熱がある部分とかは結構気をつけないと危ないポイントなんですよね。それ知らないでやっちゃうと結構こういう風に今トーンが今全然違う状態で、毛先のトーンと根元が全く今違う状態で根も気になっちゃってるとかっこ悪いカラーになっちゃいますね、はい、結局今のところは中のこのブリーチした毛に近いぐらいまで根元上がっちゃってるので、結構今複雑な感じですね。インナーカラーのブリーチしてるとこと、表面の方はここだけ、ここまでが根も気にしちゃってて、ここからは色が入ってるみたいな感じでっていうようなベースになってるんで、これをまあちょっと直していきたいと思います。なんでアプリの使い方もし知りたい場合は、僕の LINE の方にコメントいただければ教えますので、アットマーク早昔の方までお願いします。で、この状態から今日カラーしていくので、あと何かあったっけ、青くしたくてここからくつろぐいいんだよね、はい、はい、という感じで皆さんにお願いがあるんですが、あとちょっとで1万人の登録者になりそうなので、ちょっとニッチな動画で一般受けする感じの動画ではないんですけども、登録してない方はぜひ登録していただきたいと思います。ちょっと狭いところに発信してる部分もあるんですけど、その1万人突破するとまた自分のモチベーションも上がっていろいろ発信できると思うんで、皆さんよろしくお願いいたします。アプリじゃないや、ロコル、インディゴ、これを入れます。ロコルのインディゴ、ちょっとね、ちょっと紫っぽい感じなんですよ、インディゴ。緑にならないように多分そうしてるんでしょうけど、ロコル全般がやっぱりちょっと紫っぽいのが入ってるんで、ちょっとね、そういう対策なのかなと思うんですけど、アッシュも大体ちょっとこういう紫っぽい感じの染料が入ってるので、こちらの液性カラーを今日は使っていきたいと思います。まずこの下の青くしたいところに、この液性カラーを塗っていきたいと思います。はい、塗り方は特にありません。塗るだけ。ブリーチのね具合でいろいろ出方が変わると思うんですけど、ただ1個注意点があるとしたら、しっかり塗るってことですかね。今回はいつもの工具は使わないです。これはなぜかっていうと、しっかり塗っていきたいからですね。ムラがあるとそこ染まらないんで、もうね、結構赤くなるんですよね。なんかこれそこが気になるかなっていう感じでも、その赤みが紫っぽくて綺麗だったりもするんですけど、もうちょっと青みがあった方がいいかなっていう感じは
はします。結構ハイトーンまで抜けてると赤っぽさが、僕自分の髪モノコルでちょっとやったんですけど、ちょっと赤っぽくなっちゃって、特にあのロコルを悪いと言ってるわけじゃなくて、ちょっと赤くなるから皆さん気をつけてということなので、ロコル使う場合はあのかなり抜けてる場合はちょっと気をつけてください。そこがちょっと赤っぽくなる可能性がありますよっていうことです。はい、ロコルのブルーをちょっとつけていきます。ただ染色結構しっかり染まるんで、あの他の塩基性カラーも、塩基性カラーかなり昔から使ってて、今結構流行ってきてるんですけど、僕、まあ、うちのブログとか箱物を持ってもらうと分かるんですけども、出始めで皆さんまだあんま使ってない頃に塩基性一時ハマって、でその後一回ちょっと塩基性やめたんですよね。で最近またちょっと流行ってきてますけど、かなり前にやっててですね、で今最近はちょっとやってないかなっていう感じです。まあ、普通のカラーよりは傷まないですけど、やめた理由としてはカサカサするからなんで、今のね塩基性カラーは、まあ、ちょっといろいろ改良されてるんでしょうけど、なんか仕上がりのカサつきがすごく嫌いで、まあ、傷む、普通のカラーした方が傷むんですけど、なんかねトリートメント代わりに使ったりはしてたんですけど、1年間使ってからお客さんの髪が結構カサつき始めちゃって、あー塩基性ないなと思って、 2,3 年ぐらい前ぐらいから僕はちょっともうやめちゃったんですけど、またちょっと最近注目され始めてるん で当時も塩基性カラーとシャンプー混ぜたりして、お客さんに持ち帰りとかよくやってたんですよね。それも本当出始めなんで何年も前の話なんですけど、今なんかそういうのちょっと流行ってたりしますよね。カラーシャンプーみたいなやつを家でできますよみたいなやつを、僕は自分でシャンプーと混ぜて、当時はシャンプーもね、なんか混ざるシャンプーと混ざんないシャンプーあって、でそのシャンプーと塩基性カラー混ぜて、お客さんにちょっとその使ってもらったりとかして、持ち帰りで色、まあ、変わんないようにってこと で最近はもう一切やってない。多分やってたの2013、あ、でも何だっけ、今2018だから、いや5年ぐらい前の話かな、2013年ぐらい、多分その辺ブログ書いてると思うんですけど、2013年ぐらいにやってて、それから1年ぐらいちょっと1年弱やってやめちゃったかも。いろんな色で遊んでたんですけどね、でもこの色も綺麗なんですよね、言い訳じゃなくて、ちょっと青じゃないんですけど、絶対か綺麗なんで期待しておいてください。嫌ですか？大丈夫ですか、はいはい、ただ耳上とか結構際とかついてなかったら発色しないんで、結構皆さんざっくり塗ってもこういうところとか結構気をつけて塗らないとで、ここで、はい、上カラーするんでちょっとここでブロックします。ペーパーでブロックしますね、ここで、はい、こんな感じでブロックします。でこの上にカラーを塗っていきます。はい、でカラーは、今回のカラーは何使っているかといいますと、はい、こちらですね、リクシー、サファイアの3とエメラルドの3、最近エメラルドの3こちらにハマってまして、アッシュちょっと飽きてきたので、エメラルド系をちょっと強めにしてやってます。はい、これにちょっと前見えないけど、これ大丈夫ですか？大丈夫です、はいはい、でこちらも薬作っているんですが、エメラルド3に対して、サファイアが1 に、とこちらをちょっとパワーを弱くするのにですね、オキシをオキシー大体 1.5% 以下ぐらいかな、あ、1.5 ぐらいですかね、です。キサンタンガムを混ぜてます。これキサンタンガム何かって言いますと、なんかアイスとかに入ってる増粘剤ですね。キサンタンガムってカチオンカチェルロスとかよりも喧嘩しないので結構使いやすいです。なんで、分かんない方はとりあえずですね、うん、そうだな、
キサンタンガムっていうのをアマゾンとかで買って、まあ、ただの増粘剤なので乳液に混ぜたりとか、まあ、いろいろ使えるんで、こちらはこんな感じに。パワー弱くする時の減力剤とかそういう時に使ったり、例えば広範囲から塗っていく方だとか、あとは結構粘り気があった方が浸透しやすそうな白髪染めとか、そういう時に使ったりしますね。結構今量結構塗るんで、ちょっと根元から塗っていきますね。これは3トーンで結構暗い、これを塗っていきます。はい、なので普通に塗ります。